こんにちは。今回はピリ辛牛肉の黒胡椒炒めを作っていきます。牛肉と野菜にたっぷりの粗挽き胡椒を効かせたアクセントのある炒め物です。シンプルで簡単ですが、やみつきになる味わいで白ご飯が止まらない仕上がりになっているので、よかったらぜひ参考にして作ってみてください。使った食材は牛肉、レンコン、玉ねぎ、ミニトマト、そしてニンニクと赤唐辛子、あとこの緑色のものがケールなんですけれども、ケールはさっと炒め物に加えるととても美味しいので、最近ではスーパーでもよく見かけるので、よかったら使ってみてください。なければほうれん草でも大丈夫です。まずは牛肉の下味からつけていきます。使ったのは牛肉の細切れですね。バットやお皿などにこのように広げていきます。細切れなのでそんなに大きなものは入ってないかと思いますので、もし入っていれば、手でちぎれるようでしたら手でちぎってもらって、ちぎれないようでしたら包丁で少し小さくしてください。そして下味としては塩と粗挽き胡椒をかけていきます。塩はだいたい2つまみほどです。そして粗挽き胡椒なんですけれども、今回は粗挽き胡椒が結構ポイントになってきますので、ちょっと多いかなぐらい効かせてもらって大丈夫です。これは今ノーカットでかけてるんですけれども、この時点でも結構かけてます。あとは炒めてる途中でも効かせますし、盛り付けてからも黒胡椒をかけてます。そして塩と胡椒をかけたら、次は茶こしを使って片栗粉をまんべんなくまぶしていきます。この片栗粉を振ることで口当たりも良くなって味も乗るようになりますので、ぜひ片栗粉もかけるようにしてください。片面かけたらひっくり返して反対側も軽くまぶすようにしてください。これで牛肉の下味は OK なので、次は野菜を用意していきます。まずは玉ねぎですね。約 100g 使いました。切り方はお好みですけれども、今回は 5mm 幅ほどの細切りで使います。使う食材は今回玉ねぎ、レンコン、ミニトマト、あとケールの野菜を使いましたけれども、お好みでいろいろ変えてみてください。例えば人参やキノコ類、あとかぼちゃやナスなど、とにかく何でも今回の炒め物は合いますので、お好きな野菜を使ってみてください。そして次はレンコンですね。レンコンは皮を剥いて 2-3mm 幅のいちょう切りで今回は使いました。次はミニトマトです。ミニトマトは半分にカットをしてください。大きなトマトでもいいかなとは思うんですけれども、大きなトマトを使ってしまうと炒めている時にどうしても崩れやすくなってしまいますので、トマトを使う場合はミニトマトがおすすめです。そして最後ケールですね。ケールはこの硬い芯の部分は落としていただいて、あとは手でちぎってもらって大丈夫です。今回使っているこのケールが結構若いケールなので、炒め物で使えますけれども、硬いケール、大きなケールだとちょっと炒め物には不向きなので、もしなければほうれん草とか使っていただいても美味しく作れます。で次は薬味のニンニクですね。ニンニク一つは細かくみじん切りにしておきます。あと赤唐辛子は半分に割っていただいて、中に種が入ってますので、この種は抜くようにしてください。結構この種を入れてしまうと非常に辛くなってしまいますので、辛いのが好きという方はもうこの種も一緒に入れちゃっても大丈夫です。これで食材が用意できましたので、それでは炒めていきます。フライパンに大さじ1のオリーブ油を入れて中火にかけます。中火にかけたら、まずは牛肉から炒めていきます。この時に一つポイントですけれども、牛肉を炒める時に7割ほど火が入ったら一旦取り出します。ここで牛肉にしっかりと火を入れて炒めすぎてしまうと、どうしてもやっぱり硬くなってしまいますので、だいたい7割ぐらい火が入ったら一旦取り出すようにしてください。牛肉を取り出したら、フライパンは洗わずにオリーブ油大さじ 0.5 を加えて、用意しておいたニンニクのみじん切りと唐辛子を加えて弱火にかけてください。そしてじっくりと香りが出てきて、ニンニクに少し色づいてきたら、ここで玉ねぎとレンコンを加えて炒めていきます。火加減は中火から強火の間で炒めて、途中で塩をしておきます。
全体に油が馴染んだら塩をひとつまみをして、玉ねぎが少ししんなりとしてくるぐらいまで炒めていきます。そして次はミニトマトと取り出しておいた牛肉を加えます。火加減は中火から強火を保ちながら全体をさっと合わせていきます。全体が馴染んできたら、ここでもう一度粗挽きの黒胡椒をたっぷりとしていきます。このミルを使って削っている粗挽き胡椒ですけれども、スーパーでミルに黒胡椒のホールが入った状態で売られていますので、ぜひ購入して使ってみてください。パウダー状になった胡椒ではなくて、このミルを使って削る粗挽き胡椒がとてもいいアクセントになります。粗挽き胡椒を全体になじませたら、酒を大さじ1と砂糖を小さじ1回しかけて、全体をさっと炒め合わせてください。全体が馴染んだら、次はオイスターソース 1.5 を回しかけて、ここでも手早く炒め合わせていきます。オイスターソースがない場合はウスターソースで代替をしてもらっても美味しく作れます。そしてソースも全体に馴染んできたら、次は仕上げに醤油小さじ1を加えていくんですけれども、このようにスペースを空けて、そこに醤油を入れて軽く煮詰めて香りが立ったら、全体にさっと合わせるような感じです。そして最後にここでケールを加えます。ケールはすぐに火が入りますので、本当に最後に加えて全体の余熱で火を入れるような感じです。ケール入れたらすぐに火を止めてもらっても大丈夫なぐらいですね。それでは盛り付けに行きましょう。盛り付けたら、仕上げにここでも粗挽き黒胡椒を少しかけておきます。これでピリ辛牛肉の黒胡椒炒めの出来上がりです。今回のレシピはいかがでしたでしょうか。ポイントは何といってもやっぱり粗挽きの黒胡椒をたっぷりと効かせるところですね。で、少しお話ししたんですけれども、ミル付きの黒胡椒がスーパーでも必ず売ってると思いますので、そちらぜひ使ってみてください。削りたてやっぱり風味も違いますので、とても美味しい仕上がりになります。よかったらぜひ参考にしてみてください。最後までご覧いただきありがとうございます。それではまた次回お会いしましょう。